高校女子サッカー界最高峰の戦いが始まります。琉球ダイハツカップ県高等学校女子サッカー選手権大会決勝戦、西原町民陸上競技場から生中継でお伝えします。今年の決勝は那覇商業と八重山、浦添商業、陽明、興南、久米島の6校合同チームの対戦となりました。選手たちの入場です。去年までは決勝に進出した2チームが全国切符をかけた九州大会に派遣されていましたが、今年からは優勝の1チームのみが全国大会に出場することができます。勝てば全国です。重要な一戦、まもなくキックオフです。琉球ダイハツカップ県高校女子サッカー選手権大会、那覇商業対八重山、浦添商業、陽明、興南、久米島の6校合同チームの決勝戦をお伝えします。この試合は解説コンサドーレ札幌や FC 琉球などでプレーし、現在は FC 琉球のクラブコミュニケーターとして活躍されている上原慎也さん、実況は RBC アナウンサー鎌田博夢でお伝えします。慎也さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、元気いっぱいですね。いやすごいですね、男子の時とは違うような、このなんか和気あいあいとしたね、その中でも集中力高めてますよね。そうですね、まあ、またこの戦いですけれども、勝てば全国大会というレギュレーションに変わりました。まもなくキックオフです。オレンジ色のユニフォーム、八重山高校のユニフォームを着ているのが6校合同チーム、そして画面向かって左側、赤いユニフォームを身につけているのが那覇商業高校ということになります。両校とも選手権ではまだ優勝の経験がありません。勝てば初優勝ということで気持ちが高まっていることでしょう。さあ、今キックオフのホイッスルが鳴りました。左から右に攻めるのが那覇商業、そして右から左に攻めるオレンジ色のユニフォームが6校合同チームということになります。さあ、琉球ダイハツカップ県高校女子サッカー選手権大会決勝戦です。始まりました。決勝の試合時間は前後半40分ハーフで行われます。勝敗が決しない場合は前後半10分ハーフで延長戦ということになります。さあ、まずは一つチャンスをつかんだ金城です。少し足を痛そうにしていますが、それでも一つこの攻撃を那覇商業ストップという形になりました。ただここは15番の遠山です。肩で落として最終ラインまで下げました。
ここは新谷さん丁寧につないでいっている、そういう印象がありますね。そうですね、はい、合同チームの方が最初勢いを持って前に行きましたけど、うん、そこで那覇商業はしっかり守ってますよね。はい、ゴールキーパーまで下がっています。ヨギサーヤのキャッチング、場内からは拍手がありました。さあ途中になっていましたが、前後半40分ハーフで行われるこの試合、勝敗が決しない場合は前後半10分ハーフで延長戦を行い、それでも決まらない場合は PK 戦ということになります。そして現在画面に表示されているのが那覇商業高校の予想フォーメーションということで、4バックを敷いてきました。ここまで勝ち上がってくるまでね、3バックが多かったんですけれども、4バック、ゴールキーパーはヨギサーヤ、ディフェンスは右から、国中ゆずき、比嘉ゆめな、町田瑞希、そして左にザヤスユアです。アンカーのポジションにはミッドフィルダー7番の赤嶺七海、そしてその上尾長美希と国吉里央、最前線には右から宮里美優、瀬那覇優里、吉浜瑠衣という面々が那覇商業高校を名を連ねています。サブのメンバーは、酒谷志保、根間桃香、西山ココア、宮里好美、荒垣優奈、高崎七海というメンバーです。さあ新谷さん、まず那覇商業高校ですけれども、どういったところ注目していきますか。やはり堅守ですよね。堅守ですね。ここまで点を取られている中でも、はい、しっかり守って逆転につなげているという選手があるので、そうですね、決勝は小田高校戦、逆転勝利となりました。打たれたシュートは15本でしたが、失点は1、2対1の逆転勝利。非常に素晴らしい戦いを見せたのが赤いユニフォーム那覇商業高校。しかしその守備の網をくぐってきたこぼれ球のシュート、まずは挨拶代わりの一本、6校合同チーム積極的でした。5番の糸数渚です。久米島高校です。新谷さん、今のシーンどうでしたか。やはりクロスが上がって、はい、那覇商業がしっかりクリアできなかったところを、はい、セカンドボールをしっかり拾ってのシュート、とてもいいシュートでしたね。はい、糸数渚、久米島高校です。ドリブルが武器、スピードスター、全試合スタメンとなっています。今日はワントップです。さあそれではここで対する八重山、浦添、浦添商業、陽明、江南、久米島、6校合同チームのフォーメーション見ていきましょう。こちらは3バックです。ゴールキーパーは石垣ひな、ディフェンス右から木村くるみ、石垣美優、遠山心、ボランチには10番の黒島愛良と8番の伊藤小梅です。そして右のウィングには11番の吉村くるみ、12番の金城彩音が左、通シャドウに山口ひなた、香原伊咲、ワントップは先ほどシュートを打ちました糸数渚です。ベンチメンバーは末吉美音、金城優衣奈、新里沙羅、友利里央、山城瑠璃、山城美優、この2人は姉妹です。そして宮城ジュリアと小林かなながベンチ入りということになりました。さて一方の6校合同チームですけれども、ここまでの勝ち上がりが現在テロップとして出ております。まあ、初戦からね、那覇高校相手だったということで、はい、PK 戦の末の勝利ということになりましたが、はいはい、ここまでどうご覧になっていますか。いや、そうですね、2回戦 PK 戦、うん、準々決勝延長戦、そうなんですよね。かなり、ね、試合 の, 長い試合をやってると思うんですけど、まあ、その分、ね、試合に慣れっていうのもあると思うので、はい、やはりここは那覇商業はしか耐える、うん、今合同チームは攻めている形になってますよね。はい、中央からとにかく攻めていきたいんだと話したこの6校合同チームですけれども、サイド攻撃も一つ魅力、その中軸が吉村と金城ということになります。さてそれでは今日のゲームですけれども、両チームのベンチリポートは RBC アナウンサー三原風花アナウンサーです。三原さん。はい、試合前ですが両チームの選手とも円陣を組んで絶対勝つよと気合を入れている様子が見られました。はい、またですね、試合前両校の監督にお話伺ってきました。那覇商業高校与那嶺監督は、新しいことを今から始めるのは難しい、今までやってきたことを信じてプレーしてほしいと話していました。はい、また合同チーム香原監督は、決勝戦だから選手たちは平常心ではいられないはず、いつ先取点を取るかが鍵になってくる、普段通りがむしゃらにパスサッカー主体のチームなので、パスを送って賢く攻撃していってほしいと話していました。はい、今日のベンチリポートは RBC 三原風花アナウンサーです。現在画面に映っていたのが合同チームを率います香原監督です。ボールを奪ってからの速攻、糸数からのスルーパスだ。7番山口ひなた反応していますが、那覇商業高校ゴールキーパー与儀沙耶、いい飛び出しでしたね。そうですね、はい、やっぱり中央突破をしたいっていうものの表れですよね。そうですよね、はい、あそこを一番早くゴールに行けるので、はい、あそこ通ればってチャンスでしたね。はい、
新谷さん、ここまで、ね、那覇商業高校は3バックだったんですけれども、はい、この試合4バックに変えてきました。そうですね、合同チームも 3-4-3-2-1 3-2-4-1ですね、はい、で多分同じフォーメーションだったと思うんですけど、はい、今まで、うん、3枚を敷いてでした。その形を少し変えてきましたよね。そうですよね、はい、やっぱちょっと中央を意識している感はあるんでしょうか。そうですね、那覇商業の方も少しあの守備の方を、中心としたフォーメーションにして、やっぱり相手の対策っていうのをしてきてるんじゃないですかね。そうですね、逆転勝ちがここまでの勝ち上がり3試合ありましたけれども、3回戦の富城相手にも2対1の逆転勝ち、準決勝小沢相手にも2対1逆転勝ち、非常に粘り強いというのがこのチームの特徴です。そこにこの中央から攻めていく6校合同チームがどのようにその守備の網をかいくぐっていくかというのがこの試合の一つ見どころになります。19番の瀬那覇ボールをキープしますが、ここでカットされます。さあそして加原伊崎、左足のスルーパス、糸数反応、ゴールキーパー吉沢のキャッチングです。まあ、今一つね、加原がいい形を見せまして、最終的にこの5番の糸数へというボールでしたが、はい、まあ、加原伊崎は監督の加原俊幸監督の実の娘さんということなんですよね、はい、今のボールも本当にディフェンスの上を少し越えて、はい、あのキーパーとの間にうまいボールを落としましたよね。そうですよね、まあ、この辺も加原のサッカーセンスを感じます。初戦で複数得点を挙げたストライカー、3年生です、八重山高校、非常に高い技術を持ったチーム随一のテクニシャン。瀬那覇突破を図りましたがディフェンスに引っかかります。バックスタンド側タッチ割っていました。那覇商業高校のスローインです。那覇商業高校は沖縄一狭いグラウンドから全国にというのを合言葉に、那覇の中心にある校舎の限られた練習スペースでトレーニングを積んできました。運動場はフルコート分の大きさもありません。野球部の選手たちと共同で使うこともあるということで、はい、まあ、実際に新谷さんも私も取材に行きましたけれどもね、はい、ました。はい、本当はあの空間の中で、あの限られたスペースの中でやっぱ工夫して練習をしてましたよね。そうですよね、監督の与那嶺監督、赴任した3年前は部員が8人でした。直後に入学した現在の3年生3人を加えてようやく11人という状況になりました。まあ、ですので那覇商業高校としても那覇商業という名前で出てはいますけれどもね、過去合同チームの話もあったなんて話もありますので、そのあたりからするとやっぱりお互いのチームサッカーのねできる環境というのを非常にありがたく感じながらプレーをしているかもしれません。合同チームが攻める時間が続いています。現在前半は8分を経過しました。さあ伊崎打ってきた、加原伊崎です。まあ、この左足が一つ彼女のポイントですね。そうですね、はい、先ほどの裏を越えるパスも左足でしっかりパス取ってましたし、そうですよね、まあ、今のシュートもね、自信があるんでしょうね、あの距離から打つってことはですね、はい、ロングシュートでした。まあ、先ほどもシュートを放ち、そしてスルーパスでチャンスメイクもしています。6校合同チームの監督加原俊幸監督は監督でありチームのお父さん的な存在でもあります。長いボール遠山が放っていきました。ゴールキーパー与儀沙耶の正面です。それがこの加原俊幸監督、今の高校3年生は小学校6年生の頃からおよそ7年間指導を積み重ねてきました。高校年代で実力開花、加原監督も自分の想定通りだと、あとは全国切符のみなんだと話しました。合同チームはまだこの西原町民陸上競技場で勝てていないという過去があります。ここに勝って全国に行くこと、非常に大きな意味があります。いいところにパスが通りました。ここも加原が右足で打っていきました。西原さん、結構遠目から放っていくイメージがありますけれども、どうご覧になってますか。そうですね、今のシュートもとても良かったですし、その前のあのパス、縦パスですよ ね、 そうですね、あの真ん中を落とすパスっていうのがとても綺麗で、はい、まあ、落としからのシュートまでフィニッシュまで行きましたよね、うん、加原からのボール、しかしここも与儀沙耶の飛び出しです。やはり19番この加原伊崎からのボールというのが6校合同チームのゲームをメイキングします。かなりボール触ってますね。そうですね、選手、そしてこの糸数流れていった、山口反応するが16番のザヤス、今日は4バックの那覇商業です。
前半10分経過しました。千葉さん、ここまで両チームの対戦はご覧になっていかがでしょうか。はい、那覇商業の方が少し、ね、あの合同チームに押され気味なんですけども、はい、そこを、ね、しっかりあの守れていますし、あとはどれだけ反対側のコートに、うん、あの敵陣に進んでいけるかというところが少しあの考えるところかと思いますね。ですね。で、合同チームは今押し込んでるので、はい、ここでどうやって点を取れるまでいけるか、うん、そこに尽きると思いますね。やはり取れるときに取ることがサッカーにおいて非常に重要ですね。那覇商業はあのそこまで耐えて、はい、点が取れているので、うん、そこはあの合同チームは注意しないといけないですし、那覇商業はそこで仕留める、はい、で合同チームは今点取れるときに、ね、しっかり点を取りたいですよね。ここは一つ黒島のパスが流れていきました。黒島愛来、1年生ながら背番号10を背負っています。中盤の支配者、攻守の要、すでにボールが入っています。ここも積極的にマイボールに変えていく指示を出しながら、カハラのスルーパスしっかりとカットしていきます。あ、この辺りの中央への警戒度っていうのはやはり那覇商業高いですね。そうですね、はい、しっかり真ん中を締めて、あのボールの出所っていうところをしっかり止めてますよね。はい、小永、そして宮里美優、映っているのが7番キャプテンマーク赤嶺七海。狭いところ縦どんどん押し上げていくんだというのが那覇商業高校、与那嶺正人監督から飛んでいます。両方とも監督がテクニカルエリアいっぱいに出ています。やはり中央、そしてサイド、近所ボールをカット、背番号10、新中でした。カハラのスルーパス、オフサイドはありません。抜け出した、下げて伊藤のクロス、守るかな覇章、攻める六甲合同チーム、最後はシュートで終わりました。見応えある攻撃がバイタルエリア近辺で繰り広げられました。あそこよくスライディングして止めましたよ ね。 そうですね、素晴らしいプレーでしたね。はい、いい攻撃、いい守備、前半から非常にお互いのバイタリティを感じますね。はいはい、やはりあの中央突破、あのスルーパス、とても素晴らしいボールでしたね。はい、その後の糸数も落ち着いていました。ここは赤嶺、素晴らしい体の入れ方をしてフリーキックを獲得します。田原勇咲、3年生、実は震度の関係で仮に六甲合同チームが全国に出場しても、このカハラは全国大会は出場できないというような状況なんですよね。さあここ抜け出すか、いけるか、赤嶺が前に行け、笛はありません、ノーファールで止めました。六甲合同チームが攻めれば那覇商も攻めます。このハイボールキープは糸数、縦走り出し、カハラです。那覇には中には山口がいます。さらにその奥には近所、さあアイディア見せた、ヒールのパス、ワントラップで抜けてクロスが入る、非常に速いクロスが入ってきました。ただヨギサーヤ落ち着いています。右サイドの連携がとても良かったですね。はい、先ほどから那覇商業攻められる時間続いているものの、ゴールキーパーのヨギサーヤ非常に安定感がありますね。赤嶺です、スルーパス反応した、セナハ抜けますがゴールキーパー出ています。石垣ひな、ここへの飛び出し、六甲合同チームの守護神です。鎌田さん、はい、どうぞ。両チームの監督ともにピッチギリギリまで出て大きい声を出して指示を出している様子が伺えます。はい、また合同チームの12番、金城選手ですが、はい、試合開始20分前に練習で怪我をしたもののテーピングを巻いて出場しているということです。うん、あ、そうですか。少し、ね、練習中、シュート練習中だったかと思うんですけれどもね、負傷して運ばれていく姿というのもありました。ただテーピングを巻きながら出場しているという、いいパスが出た、糸数の反応だ、糸数いく、ハイボール、非常に難しいボールでした。新谷さん、ここはもう川原、山口、糸数という前線3枚が本当に躍動していますね。六甲合同チームはやはりあの川原選手からボールが出てくるので、はい、やはりあの前の2人を信じて走ってますし、その精度っていうのも高いですよ ね。 ですね。視野の広さを感じます。ただそれをしっかりと那覇商業を防いでいます。
お互いの良さが出るこの前半の立ち上がりじゃないでしょうか。はい、そうですね。那覇商業の方は守備でしっかり守る。アップサイドはない。カハラがシュートを打ちます。このシーンも、ね、しっかり裏に出てきますよ ね、 そうですね。ボールが那覇商業もしっかりそれを守れてますし、はい、まあ、ここからどっちが点入るかっていうのが見応えありますよね。やはり先制点ですよね。はい、はい、今の場面最後は利き足とは逆、右足を振ってきました。カハラのシュート、那覇商司令塔は完全にクリア。球持っていきますがカットされます。吉村から那覇、おお、いいトラップだ。シュートまで行った。ナイスボール。先制点はロッカーボールチーム。カハラ、イサキ、ペンギンはずっと見せていました。やはりこの人がチームの主軸、背番号19、見せた得意の左足です。今の場面見ていきましょう。ここですよね。まずナイストラップでした。このシュート素晴らしいです。すごいですね。ももでの反転からの、いや、スーパーです。自分の得意な左足に持っていく技術っていうのは高いですよね。ですね。当然那覇商も警戒してはいたんですけれども、失礼しました。いや、いや、素晴らしいゴールでした。アスパレです。これにより貫禄抜群、カハラ、イサキ、背番号19、はい、目標1ゴール2アシストと話したこの試合、すでに1ゴールを挙げています。先制点は六甲合同チーム、八重山高校の田原伊咲が先制弾を挙げました。さあ攻勢強まるか、合同チーム二戸和前線へという場面ですが、ここは国吉里央がしっかりと対応しています。まあ、ただ那覇商業としてもここからですよね。そうですね、はい、那覇商業はまあ失点がね、うん、やっぱりしてしまうっていうところもあるんですけども、ここから粘り強い戦いをできますからね。そうなんですよね。ここまで直近3回戦の富城戦、そして準決勝小座高校戦、いずれも1失点をしてから2点を奪い返して逆転で勝ち上がってきました。その強さが彼女たちにはあります。小座高校戦なんかは特に1失点した後、メンタルトレーナーに教えてもらった、はい、とにかく口角を上げる、はい、ということをね、まあ、意図的に口角を上げることによって気持ちが下に向かないようなトレーニングをしてきたと話していました。その成果もあってきちんとメンタルを保つことができたというふうに話しています。ただこのラインコントロール、六甲合同オフサイドポジションということで、前線のプレイヤーたちは一度ラインの下に戻りました。ここも中央巧みに使います。ワンタッチ、左利きの金城です。縦に出した、カハラ、イサキ、いいクロスだ。糸数の走り出し、ゴールキーパー吉川や勇気を持って飛び出しました。やはり徹底的にこの5番の糸数を狙ってきます。今のクロスも低いボールでとてもいいボールでしたね。本当にそうですね。ゴールキーパーとこのディフェンスラインの間、見事なボールでした。那覇商業の与儀選手、はい、しっかり出てボールキャッチしましたよね。そうですね。ここもアイディア抜群、長いボール蹴ってきました。前半は19分経過しています。鎌田さん、はい、どうぞ。じゃあピッチ上少し雨がぱらついてきているように感じます。はい、少し実況席の方にも風に乗って雨粒が落ちてきています。西原町民陸上競技場、変わりやすい天気です。しかし上空は雲は多いんですけれども、青空も見えています。まあ、一時的な雨かと思われますが、ゴールキーパーの石垣ひなまで下げました。この選手もね、県内トップクラスのセービング能力を誇ります。右に展開、そして中央を使います。引きつけてのワンツー、間に合うか。締めたボールをキープ、黒島アイラのインナーラップを待ちました。これはダイレクトパスタッチを割って那覇商業高校のスローインへと変わります。ヘディングで返す、バックスタンド側、司令塔の赤嶺、
ドリブルが合います。赤峰だ、赤峰なんとまだ行くぞ。ただオフサイドフラッグ。今すごいいい声でしたね。赤嶺選手ボール持つと本当に前バス出せますし、はい、ドリブルもできるのでチャンスになりますよね。本当にそうですね。キャプテンの赤嶺七海、まあ、今のシーンを見ていきましょう。引きつけて引きつけて、はい、素晴らしいパスが出ましたが最後はオフサイドということです。さてここで飲水タイムに入ります。1分間の飲水タイムに入ります。試合前の状況を見ながら飲水タイムなのか、それとももう一つクーリングブレイクっていうのね、はい、あるんですけれども、そういったものを考えながら今日は飲水タイムまずは行われています。1分間です。先制点を決めました香原勇。まだまだ得点の匂いがしますね。そうですね。那覇商業の方も本当にあの赤嶺選手中心に、うん、あのドリブルで仕掛けて、はい、あの 裏を取るシーンっていうのもありましたので、ここで点を取れるかで、合同チームもやっぱりこの押せ押せムードでね、うん、もう得点の匂いがしますので、この両者はあの楽しみですよね。そうですね、いい戦いになりそうです。先制点のシーンご覧いただきました。このゴールすごかったですね。すごいシュートですね。あのコントロールは、いや、あのコントロールは本当に意図的にやっぱり左足で持っていった形ですよね。自分の得意なシュートの体勢になりましたもんね。はい、それだけ見えていたということ、その現れ、香原勇。チームが苦しい時に点数が取れるプレイヤーです。那覇商業の応援も聞こえてますね。熱くなってきましたね。那覇商業高校は野球部の皆さんが、はい、何度も何度も駆けつけてくれたんだということも選手たち話していました。はい、本当に学校を挙げて選手たちを応援しているというところですが、ここはオフサイドフラッグ。6校合同チームラインコントロールが巧みです。まあ、ここのラインコントロールも昨日前日練習で6校合同チーム行ってきましたけれども、はい、監督の香原俊之監督が非常にこだわっていると話していました。先ほどもオフサイドの場面ありましたけれども、はい、統率具合というのは新谷さんどう見てますか。いや本当に綺麗ですし、はい、あのディフェンスラインあのディフェンス の9番の石垣選手を中心にやっぱり上げる下げるというのもしっかりできてますし、とても素晴らしいと思います。そして、うん、那覇商業はそのラインが高いので、そこをどうクリアして突破できるかっていうのも、ね、見どころですね。さあ近所のところまで来ましたが、最後は左足のシュートを大きく枠を越えていきます。直前のトレーニングではちょっと心配される負傷なんかもあったんですけれども、はい、期待の1年生レフティ日本代表の伊藤純也選手に憧れがあるというふうにも話していました。ここも胸8番の伊藤光明でした。ワンタッチボールは落ち着いてキープ。前線へ瀬那覇狙ったボールですが合いません。ここも赤嶺のプレッシャー落ち着いています。投球して逆に展開、赤嶺いいトラップ縦へのパス、ゴールキーパーの石垣ひなです。左は大山、そして中を使います。まあ、いいところでまた顔を出しますよね。そうですね、しっかり中を使えるますよね。で10番の黒島選手、うん、もしっかり顔を出してますし、持ち上げてよ持ち上げてよ、そしっかり幅をね広く使ってますよね。はい、山口さて糸数ワンツーナイスボール右抜ける押しぬたですがスライディング素晴らしい判断でした。最後は松田、まだ出てません。ここでタッチ割っています。すぐに切り替えて6校合同細かいタッチ、伊藤から左の近所中要求、まだ行った近所のシュートワンタッチあるこぼれ球ですがオフサイドです。フラッグ上がっています。最後は近所の左足のシュートにおそらく香原勇のポジションがオフサイドだったかもしれません。もしくはその後後ろの糸数か。那覇商業としてもやはり最小失点の状態で
いかに六甲合同チームのゴールに迫れるかですよね。そうですね、はい、今のあの与木選手、那覇商業の与木選手もしっかりボールを収めてますし、はい、キーパーはねしっかりこういうシーンもねしっかり前に出て、そうなんですよね、はい、助けてくれてますので、はい、与木沙耶は非常に勇猛果敢で絶対的守護神として君臨しています。2年生、中学校まではバスケットボール部や吹奏楽部に所属していたということです。非常に飛び出しのタイミングがいいと自分でも自信を持っていますが、ルーズになったボール、カハラ抜けてきた、胸で落とす、与木の飛び出し、ナイスキーパー。無失点で奇跡を起こしますというふうにも話しました。1失点はしてしまいましたけれども、ただまあチームへの貢献度は莫大なものがあります。立てたすごい抜けました。最後の赤峰、少し石垣ひなが後頭部を抑えています。今の接触の場面ですね。いや、前行きます。あ、ちょっと医療スタッフが呼ばれています。この後、ゴールキーパーの石垣ひながちょっと後頭部のあたりを強くピッチに叩きつけてしまいました。大丈夫ですかね。そうですね、全員で日陰を作りながら、監督の香原俊幸監督がピッチに入っています。ここは接触した那覇商業高校の赤峰も状態を伺いに行きます。今起き上がってはいますね。いや、非常にあのキーパーの石垣選手、はい、も本当に勇気あるプレーでしたし、はい、それで OK だったら OK、7番の、ね、那覇商業の赤嶺選手もすごいいい飛び出しで仕掛けましたよね、はい、そうですね。これ頭が悪い、右下手が、右下手がちょ、こっちの足が痛くて、やはりこうプロの選手たちでも脳震盪のルールというのはここ最近の日本サッカー界非常に厳しくなりましたし、これは非常にいい傾向かなと思うんですけれども、そういった部分があって今主審からも確認がありました。あ、大丈夫そうですね。そうですね、担架も準備されたんですけれども確認があり大丈夫そうです。うん、たくましくペナルティーエリア内ゴールマウスを再び守ります。2人ともナイスプレーでしたね。はい、ゴールキーパーの石垣ひな3年生です。ここまで3試合全試合スタメンです。ゴールキーパーからのスタートということになります。一度ピッチに選手が戻るのを主審が確認して、ここで笛です。試合再開、石垣から遠山、最終ラインでつなぎます。石垣美優センターバックの選手にボールが渡りました。そして右サイドです。吉村落として木村、縦一本、ここにはザヤスが対応します。スリーバックの一角、守備力はチームナンバーワンという声があります。1年生ザヤスユア背番号16です。ここもセーフティーに外に逃げます。尾長美希3年生、富城中出身、ここを下げて、うん、右に展開していきます。下げて、さあここで遠山です。ヘディング、フラッグ上がっています。シュート性のボールでしたけれども、中のプレイヤーも準備していました。高原糸数、この遠山のボールですよね。最終的にオフサイドにはなってしまったんですけれども、この2人反応してますもんね。そうですよね、はい、やはりボールが出てくるっていうのを、ね、信じて前に走ってますよね、はい、シアさん、これ1人じゃなくて2人っていうのがやっぱり大事なんですね。そうですね、やっぱり1人オフサイド のパターンもありますし、うん、そうするとね、あのスルーして後ろの選手が出るっていうパターンもありますので、はい、1人だけが反応するんじゃなくて、1人2人3人とあの反応した方がいいですよね。そうですね、ワンタッチですが、ここは香原感じられませんでした。
山口、日向から赤原、伊崎へのボール。スローインは那覇商業高校です。国中ゆずきから宮里へ、ただプレッシャーに合います。小永カットできず山口行きます。赤峰前で前を向いてボールをキープ。このテクニック、赤峰まだ1人で行きます。素晴らしいですね。ファールがありました。2人3人で囲んでもまだ危ない、そんなプレイヤーですよね。本当狭い中を1人2人と、はい、自分で剥がしに行くっていうプレーって本当に勇気、周りの勇気を、ね、もたらしますし、そうですよね、本当に今素晴らしいプレーでしたよね、はい。鎌田さん、はい、どうぞ。那覇商業高校赤峰キャプテンですが、はい、顧問の先生を全国に連れていくという気持ちでみんなで練習してきた、緊張してると思うけど自分たちらしくいつも通り試合に挑みたいと練習試合前話していました、はい。前のボール、ただここは石垣の反応、すぐに蹴っていった、いい精度があります。右の糸数へのボールですが、ここは国吉とのデュエルになります。糸数と国吉剥がしますが、タッチ割っています。ただまあそこで糸数にボールをキープされると非常に危険な場面ですので、非常に国吉のねプレーも今良かったと思います。はい、お抜け出しますよ。ここカバーに入る、ただ赤峰も来る、前に行く、黒島右に振ります。ここは中央山口落ち着かせ、黒島下げます、ロングボールカット、前線へのボールです。前半は32分経過、40分ハーフのゲームです。勝てば全国、ここも胸で落とす、狙っていました、まだいった、金城のシュートワンバウンドアップ、ゴールキーパー吉沢です。合同チームシュートの意識が高いですよね、はい、前半のうちで相当もう放ってるんじゃないでしょうか、ね、はい、ここ近く打ってるんじゃないかなというふうにも感じられます。ボールをカットしていく、三原下げて、ここは遠山から前線へのボール、赤峰のワンタッチ、タッチ割りました。先ほどもね、この赤峰が抜け出す、それからまあ10番の国中が抜け出す、そういった場面が那覇商業はありましたけれども、志賀さん、どんなところがまた必要になってきそうでしょうか。そうですね、やはり那覇商業の攻撃が、赤峰選手単発であったり、はい、まあ、そういう一人一人はすごい頑張ってるんですけど、うん、周りが、ね、もっともっと押し上げる、はい、味方に対してチャンスをもっと作れる、はい、周りがもっと、ね、抜け出しのシュートは、周りがもっと絡めるようにやればもっともっといい攻撃になると思いますね。そうですね、ボールと人に連動しながら、今日はフォーバックでシステムを編成してきました。那覇商業11年ぶりの決勝の舞台です。ワンタッチ流していく、吉浜追っていきます。西から町民陸上競技場、那覇商業の応援の声が飛び交います。こだまします、その声援に応えられるか、まずは同点を目指します。前線へ、大山、中受けに来たのは田原ですが使いません。もう一つ越えれば糸数へというボールでした。ここも守備で貢献します田原です。3年生の10番国中が今スローワーのポジションにいます。下フリーですがチェックされたんで嫌って、中尾長ですが近所を奪う、再び香原スルーパス糸数へ、反転した得意の右足、糸数なぎさ、ナイスキーパー吉沢や、糸数選手も自分のシュートの形っていうのをね持ってそうですよね。そうですね、自分は右足で打つんだという、そんな意気込みを感じる反転でした。
手のクリアミスにもしっかりと最前線の選手たちがついていくのが6校合同チーム。5番の糸数渚、先ほどはシュートがありました。全試合スタメンのスピードスター、やはりスピードのあるプレイヤーいると前線にボールを放りやすい。そうですね、ありますかね。ボール当てやすいですし、はい、守備の場面でもやはりあのスピードが速いと戻ってきてくれるので、はい、本当にあの重要な選手ですよね。守備陣としてもやっぱり助かりますよね。はい、助かります。はい、スローインはバックスタンド側から八重山、浦添、浦添商業、陽明、江南、久米島という6校で編成された合同チーム。最前線に中央を積極的に使っていきたいと話しました6校合同チーム監督、香原俊之監督です。ここもヘディングで反応。もう一つ、少しここは落ち着かせながら上がりを待ちました。8番の伊藤、上背あります、167センチあるプレーヤー。赤峰引っ掛けてボールをカット、前に送る。ただここも近所のインターセプト。このパスが少しずれます。オナガから右サイド、通れば面白いボールでした。遠山がカットしています。那覇商業、与那嶺正彦監督からも狙いはいいぞという声がピッチに送られています。与那嶺監督は就任3年目、ゴールキックを奪って6校合同チーム攻撃へ転じる場面が多くなっています。近所からナイスボール入る。ゴールキーパー反応します。オフサイドのフラッグ上がっています。本当に果敢に出てきてくれますよね。そうですね、やっぱりこう6校合同チームのサイドの選手たちがかなり積極的に上げてくる、はい、センタリングクロスを入れてくるっていうのは、はい、なんとなく余儀の頭にはあるかもしれませんね。そうですね、はい、ありますし、あのフォワードも、ね、中で準備しているので、はい、そこに対してあのアプローチをしに行けてますよね。うん、よく研究してこの試合入ってますね。はい、川田さん、はい、どうぞ。アディショナルタイム失礼しました。はい、アディショナルタイムが間もなくということで、さあここも香原抜けてきた、クロス入る。落ち着いています。町田瑞希1年生、小さなディフェンスリーダー、身長は152センチ、非常に強靭なフィジカルを持っています。ワンタッチして奪い返しました。ここはまずタッチ割りました。宮里のクリア。近所のスローインで香原へのボール、止めて前線、セカンド回収。小長が行った、広島体入れています。石垣から右、プレッシャー吉浜かいくぐって右、さらに展開、吉牟田から中央、ナイスボール。山口、高峰前を抜く、ダブルタッチ、左足。今日は那覇商業は高峰が、ね、アンカーで入っていることによって非常にこう攻守で顔を出していますよね。そうですね、はい、やっぱりいつもはボランチ、はい、でもう少し前のポジションだと思うんですけど、うん、やはりあの6校合同チーム あの攻撃っていうのにも対応するポジションを取ってますよね。そうですね、スローインから即座にクロスを入れてきました。この選手が那覇商業キャプテン赤嶺七海です。小学校時代は男子とともにサッカーを経験しました。中学校時代はハンドボール部、ただ助っ人としてサッカーの試合にも出場。サイドでの攻防見応えがあります。タッチ割って那覇商業、前半は残された時間わずかというところ。浜田さん、はい、どうぞ。アディショナルタイムは2分です。はい、飲水タイムもありまして、まあ、途中ゴールキーパー石垣とそれから那覇商業赤嶺の接触もありましたので、おおむね鑑みて2分というアディショナルタイムになりました。那覇商業はこのうちになんとか同点に追いつきたいですね。そうですね、はい、
六甲合同チームしっかりパスつないできますね。そうですね、自信を感じますよね。ありますし、やはり一人一人が顔をしっかり出してくれてますよね。鎌田さん、はいどうぞ。那覇商業高校のベンチからは前進前進、今取り返したら問題ないよという声が上がっていました。はい、ベンチリポートは RBC 三原風花アナウンサーです。ここ一人で行きました。縦パス反応、伊藤の反応ですがオフサイドフラッグが上がっています。一人一人こう合同チームは個の力でまた離していきます。加原がこの位置、石垣から左の大山、ここは無理に攻め急ぎません。六甲合同チームまず前半はリードして終えたいというところでしょうね。そうですね、やはりあのここの時間帯、ええ、終わらせる時間帯というのはしっかり意識してボールを回していると思いますね。はい、そのあたりはやはり加原俊幸監督からも指示が飛んでいるでしょう。前線を送っていく、ゴールキーパーの余儀キャッチングです。まもなく目安の2分台、少し時間を使って送っていきました。縦へのパス引っかかって加原キープ、どこでも前を向ける選手です。この辺の持ち方ですよね。余裕が感じられますよね。ます、はい、あここも金城が抜けていく、ちょっと金城足が痛そうです。ただ懸命に前半プレーしています。前線ワンタッチフリックして、ここは伊藤、ここで前半終了のホイッスルです。お伝えしている試合は琉球大発覚 OFA 第35回沖縄県高校女子サッカー選手権大会兼第33回全日本高校女子サッカー選手権大会沖縄県予選決勝、那覇商業高校対八重山浦添、浦添商業、陽明、興南、久米島、六甲合同チームの試合をお届けしています。六甲合同チームが1点先制、1対0で前半を終えています。 CM の後は前半戦を振り返ります。県高校女子サッカー選手権大会決勝戦の模様をお伝えしています。那覇商業高校対八重山浦添、浦添商業、陽明、興南、久米島、六甲合同チームの試合です。この試合実況は RBC アナウンサー鎌田博、解説は FC 琉球でクラブコミュニケーターとして活躍されています上原慎也さんをお迎えしています。慎也さん、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそれでは早速前半戦をハイライトで振り返っていきましょう。元気よくピッチに入場してきた両校の選手たち、まずは前半3分台でした。右サイドからのクロス、こぼれ球、最後は糸数のシュート、積極的でしたね。素晴らしかったですね。はい、両校通じてファーストシュートとなりました。そして前半17分です。加原のこの振り向きざま、いやー何度見てもあっぱれ。素晴らしいドラップからのシュートでしたね。そうですね、イメージがありました。ありましたね。はい、そして背番号19、嬉しい先制点でした。33分です。ここも加原の反転からでした。今度はこの人が左足のシュート、非常に合同チームが積極的に仕掛けたというような前半戦でしたけれども、まあ、改めてですね、後半のポイントなんかも慎也さんにはお伺いしていきたいんですけれども、はい、今日はフリップにまとめてもらったということで、はいはい、実況席の方からお届けしていきましょう。はい、では慎也さんお願いします。じゃん、はい、チャンスを確実に、はい、ということですね。はい、これはどういった意図でしょうか。これはですね、はい、6個合同チームの方は、はい、本当にチャンスが多くあった中で、うん、やはり1点今決めている状態、でももっともっとチャンスがある中で点を取れると思うんですよ、うん、はい、なのでここは6個合同の方のチャンス多いところの確実、はい、で那覇商業の方は、はい、やはり少ないチャンスの中で、うん、チャンスはあるんですよやっぱり。そうですよね、はい、迫ってましたありますし、はい、まあ、そこで点が決めきれれば本当にもっともっと
両者ともね、確実にチャンスを決めれればもっともっとチャンスも増えると思うので、はい、ここで一番注目ポイントだと思います。そうですね、はい、非常にこうチャンスがお互いに見られて、お互いの長所が出会った前半なんじゃないかなと思いますね、はい、そうなんですよね。やはり那覇商業はやはり守備にね、はい、追われるシーンというのがやっぱり非常に多い中で、やはりカウンター、はい、ショートカウンターだったりそういうチャンスがあるので、そこしか決め切りたいですよね。そうですね、はい、ただ那覇商業は3回戦それから準決勝とね、富城小座を逆転で下して2対1はい、という試合を見せてくれていますので、後半の戦い方にも注目して見ていきたいなと思います。改めて県高校女子サッカー選手権大会決勝戦、前半は1対0、合同チームが1点をリードしています。この後運命の後半戦キックオフです。琉球大発カップ OFA 第35回沖縄県高校女子サッカー選手権大会、県第33回全日本高校女子サッカー選手権大会沖縄県予選決勝をお伝えしています。会場は西原町民陸上競技場です。解説は FC 琉球クラブコミュニケーター上原慎也さん、実況 RBC アナウンサー鎌田博夢でお伝えしています。前半は1対0、6校合同チームリード。ただ那覇商業高校もここから逆襲だと不安ばかりの気合の入れ方、ベンチからゆっくりとその姿を現しました。新谷さん、改めて聞いていきたいですけれども、はい、後半戦どんなところを注目して見ていきますか。やはりさっきフリップで出したんですけど、はい、お互いに、ね、チャンスある中で、はい、そこを確実に仕留め切るっていうところと、やはり那覇商業の方は今1点負けてますので、はい、まあ、点を取りに行く姿勢っていうのをもっともっと見せみたいですよね。そうですね、そこでやはり軸になってくるのがさっき映っていましたけれども、背番号7の赤嶺七海、はい、ここまで3試合4ゴール素晴らしい活躍を見せている2年生のチームの核です。今ベンチから出てくる時も那覇商業の選手顔下向いてなかったですね。そうですね、やはりみんな口角上がってましたね。これがまた聞いてますよ。小座高校の時も、はい、まさにそうでした、はい、失点直後なかなか本当は下を向いてしまうところで口角を上げ続けて懸命に前を向きました。さあそして6校合同チームも今先にエンジンを組んでピッチに散っていきます。勝てば全国です。加原伊咲、全国大会への出場はすでにできない予定になっていると本人は話しましたが、ただこの県大会でなんとかチームに貢献したいというそんな思いで今日はピッチに立っています。高校女子サッカー選手権大会決勝戦後半戦キックオフです。左から右に攻めるのがオレンジ色八重山高校と書かれたユニフォームを着ています6校合同チーム、そして右から左に攻める赤いユニフォームが那覇商業高校です。現在1点ビハインド、攻勢を強めていきたい那覇商業です。八重山の吉村久留美、7番の山口日向、前半も要所で顔を出しました。西原町民陸上競技場にこだまする応援は那覇商業に向けた応援、非常にインテンシティ激しい後半の立ち上がりです。新谷さん、那覇商業ですけれどもこういった応援がね、はい、あるないがまた選手たちのモチベーションにも変わってきますよね。そうですね、やはりこの、ね、人数の応援っていうのもなかなかないと思いますし、本当に、ね、野球部が、ね、いつも駆けつけてくれるっていうのは本当に頼もしいですよね、はい、そうですね。鎌田さん、はい、どうぞ。ハーフタイム中両チームの選手とも氷水で冷やしている姿が見られました、はい、かなりピッチ上熱くなっていることが考えられます、はい、またですね、那覇商業高校監督監督はまずは守備、どんな状況でも前を見ていきましょうと選手たちに声をかけている様子が見られました、はい、一方合同チームですが逆転勝ちの那覇商業高校、次の1点が大事。前線に出てきた、前を向く、まだ行く、1対1だ、赤嶺ゴールキーパー、素晴らしい石垣選手、素晴らしいですね。決定機でした、よく止めましたね。ここで止めます、県内トップクラスのセービング能力、守護神石垣ひなです。ただこの抜け出し体の強さありました。赤嶺、このシーンも中村選手ね、ボール方向に持っていきましたよね、体を。今大会4ゴール、
赤嶺が後半立ち上げても見せました。さあコーナーキック、また赤嶺の元、いい場所で石垣がタッチ、すぐに蹴っていく。このバントキックです。精度のある石垣のバントキック、一気に前線へ。糸数からのパスは合いませんが、中昇もこの自陣の速さがあります。前に行く、ここまで前に出てポジションを取っていました。さあ神谷、体を張った、ナイスセット。早速攻守の入れ替えが激しくなっていますね。そうですね、キーパーの石垣選手ゴールキックすごいですね。素晴らしいですね。あのパントキックもお父さんと一緒に練習したと、ね、そうなんですね、話がありました。かなり飛んでますね。そうですよね、また精度が高い、はい、石垣ひな、ペドラ・ディアマンテスガールズ FC 出身、田原監督も長く見てきた選手の一人です。前前線送る町田のクリアでした。伊藤カズ前を向いた、抜け出し、山口でした。吉浜のヘディング、ノーファール、ダセット、中には神谷がいる。クリアは石垣優です。発展した香原、アイディアがある。1番の吉村から前です。町田もカット、そして香原です。ここは逆ではなく縦、真ん中見ていました。スルーパスだ、セナハ抜けられるか、どうだ、吉村です。ただここ落ち着いた対応、背番号14、木村久留美、チームのキャプテンです。前線だ、前に行く、ここから打ってきた、いいチャレンジですね。はい、ナイスシュートでした。今日はアンカーのポジションで入っています、背番号7、2年生赤嶺七海です。今のボールも奈良商業の10番の国中選手からいいボール入りましたよね、はい、そうですね、前半も国中からのボールというのも何本かありました、はい、元キャプテン、はい、そうなんですよね、現在3年生、しっかりパスを出しますね。元キャプテンの国中、3年生から現キャプテンの2年生赤嶺へというボールになりました。陸上競技場、先ほどは雲に覆われて一時期太陽が隠れたんですけれども、また強い日差しが差し込んでいます。縦パス、スピードスター糸数反応する、やはり感じています。1対0リードは6校合同チーム、今回の大会からは勝ったらすぐに全国大会ということになります。すなわち九州大会というクッションを挟まずに全国へ進めるというわけです。伊藤和、ここから狙ってきた、左足、アイディアありますね。いやー、ナイスシュート。少しね、ヨギ選手、キーパーヨギ選手が出てるところを見てましたよね。見てるんですよね、巻いてきたボール、タッチ、ゴールキックから今落ち着いていましたね。落ち着いてましたね、はい、しっかり落としも当たったんですね、はい、宮里優です。2年生のプレイヤー、少しルーズになったボールには赤嶺反応、赤嶺前線にポジション取ってますかね。そうですね、今前目になってますね、はい、もしかしたら中小の方向は少しフォーメーション並びに選手たちの配置いじっているかもしれません。本当はディフェンダーの一つ前のポジションに入っていた、いい抜け出しました、ね、ナイスボール、1対1、赤嶺、赤嶺、赤嶺だ、ポスト直撃。いや、今のも国中選手かもしれない、再三決定機を迎えています。ナイスボールでした。国中
選手から赤嶺選手へのホットバインありますね、はい、このシュート惜しかった、惜しかった。逆にね、ロッコ合同チームはこれ今2、3回やられてますから、ここをしっかりと修正していくことが大事ですよね。やはり新谷さん、流れが那覇商業に来ていると見ていいですか。そうですね、やはり前半の勢いっていうのを今ひっくり返して、那覇商業の方が前への勢いっていうのが増してますよね。ですね。やはりこう、国中から神根であったり、まあ、吉浜のプレッシャー、宮里、非常に効いてるところあるんでしょうね。はい、はい、浜田さん、はい、どうぞ。今の惜しいシュートですが、浦峰監督も膝から崩れ落ちてピッチを悔しそうに叩いている様子が見られました。1対1、6本上のチーム2点目。この個人技ですね、やっぱりどこまで1人で行くんでしょうか。3年生の田原伊咲、今日2ゴール2対0リードを広げます。一瞬の隙でした。この位置でボールを受けてダブルタッチ2度、3度、そして1対1を迎えました。冷静です。この密集地をうまく抜けて、このシュートもうまかったですね。ゴールキーパー余儀も積極的にしっかり前に出てコース切っていたんですけれども、はい、ここは一つ田原に軍配が上がった場面でした。笑顔があります。泣いても笑っても今日が高校サッカー自身にとっては最後の試合です。転んでない財産になります。田原伊咲が6校合同チームに2得点リードを広げました。那覇商業が後半立ち上がりから勢い強めていた中でのこのゴールですね。さあ赤嶺だ、またかわしていくな。石垣美優の対応、もう何度も何度もやられないと、かなりこのシーン今あるのでね、やはりこの前線に7番の赤嶺を敷いてきたことが那覇商業高校の攻撃を活性化させています。宮里と吉浜、9番11番のコンビ、ヨーヨーを担います。監督の与那嶺正彦監督、後半から大きく選手たちの配置をいじってきました。コーナーキックでまずは一矢報いることができるか。正嶺のところ、ここに川原が来ます。失礼、糸数が来ています。タッチがあってメインスタンド側、那覇商業のスローインです。国吉からどのプレイヤーに渡るか。手前です。タッチはありません。ザヤスから縦パスは合わず、リードを広げた6校合同チーム、広げられた那覇商業、逆転で勝ってきた試合がここまでの3試合中2試合、那覇商業には粘り強さがあります。チームの要赤嶺奈々に積極的に走ります。ここのテクニック、繰り返しありますか。はい、ちょっと痛いですね。あと手前で、ね、ディフェンスの味方のディフェンスの、はい、選手が触ったボールに対してね、ちょっと対応が遅れましたよね。そうですね、ちょっと見えづらいところあったかもしれませんよね、はい、まあ、ただまだ試合時間残されていますからね。そうですよ、那覇商業ここからっていうところを見せてほしいですね。そうですよ、那覇商業はここからのチームです。しっかりと口角を上げて
笑顔絶やさずにというところです。那覇翔映像では映っていなかったんですけれども、那覇商業の選手たちが一度ピッチの、はい、自陣中央に集結して気合を入れ直しました。フットボールは最後まで何があるか分かりません。3点取られたら4点返せばいいと、それが那覇商業のサッカーです。さあただ攻勢強めるのは六甲合同チーム。ゴールキーパーの吉沢や2年生、要所で好セーブを連発してチームを救ってきました。左サイドへのパス、ワンタッチ、縦吉田から先に触りました。そして縦前に出た赤嶺、赤嶺が蹴るか、行く、石垣のクリア。ここにも加原が顔を出します。そして左足、山口の落とし、近所さ国吉です。失礼、国中が前持ってきます。背番号10、3年生、元キャプテン、精神的支柱、背番号10の国中ゆずき。今の赤嶺選手の飛び出しも六甲合同チームの石垣選手が、ね、はい、しっかり対応してましたよね。そうですね、スローインから宮里、中ナイスボール、吉浜が飛び込んでいきました。鎌田さん、はい、どうぞ。那覇商業に選手交代がありそうで、8番の西山選手が準備をしています、はい、19番の瀬永選手と交代するようです、はい。今日のベンチリポーターは RBC アナウンサー三原風花アナウンサーです。ここでリポートにもありました、那覇商業に選手交代があります。両チーム通じて初めての選手交代です。背番号19、瀬那覇優里、1年生のプレーヤーに代わって3年生西山ココアが出場されます。西山さん、対戦で瀬那覇も積極的に顔を出し、相手ゴールを脅かすという場面もねありましたね、やはりあの裏への飛び出しっていうのもあのそのね、セナ選手の特徴でしたので、はい、そのシーンも見られましたし、うん、このね変わった選手、西山選手 の、はい、あの活躍っていうのも今から期待したいですね、はい、監督の期待に応えるスーパーサブであり切り札、西山ココアです。ここまでの3試合は途中出場がメインですが、全試合出場と監督からの期待も厚いプレイヤー。このダイレクトパスが通るんです。六甲合同チーム、ただここ那覇翔マイボールに変えます。変わって入った1番の西山高校は3年生、西山は準決勝では決勝点のアシストがありました。前に送ったボール、タッチを割ります。西山さん、ここからの那覇商業、はい、攻撃はどういった組み立てに期待できますか。やはり国中選手、はい、背番号10、はい、と赤嶺選手のホットラインもある中で、はい、まあ、今交代で入った西山選手が今フレッシュな状態なの で、はい、どんどんそこを、ね、使っていったらいいチャンスが生まれるんじゃないかと思いますね、はい、対する六甲合同チームも、ね、まだまだ攻めてかかずにしっかりと前に行くというところでしょうね。河原選手のね、右サイド の突破だったり、やっぱ随所に技術というのも光ってるので感じますよね、はい、あそこのプレーをね、もっともっと引き出すように今、六甲合同チームやってますよね、はい、六甲合同チームもこの大会前まで敷いていた戦い方と少し変えたみたいなんですよね、はい、どちらかというとつなぐよりももうより積極的にサイドからというスタイルが、はい、これまでの六甲合同チームにはあったんですが、はい、大会の2週前、1週前ぐらいから少しずつコンバートして大会の中で成長してきたチームだということも加山監督は話して、川原監督は話していました。非常にその完成度の高さも感じる決勝戦を迎えています。
バックスタンド側タッチ割っている。スローイン大応援団の前で那覇商業高校スローインです。手前の3年生国中テクニックがある。抜けてくる。まだ行きます。ただやはりこのチャレンジ&カバーの速さ六甲合同チームにもあります。奥のサイドタッチを割ります。野球部の皆さんですね。すごいですね、応援がやっぱりあの選手の背中を押してくれますので ね、 そうですね。何者も持ってきました。ここは攻め急がず伊藤から急がず前を向ければチャンスという場面でした。いや守備が早いですね。前に来たシュート黒島です。黒島愛来1年生中盤の支配者。この選手も八重山高校です。ペドラ・ディアマンテスガールズ FC 出身。香原俊之監督がおよそ7年間見てきたプレイヤーの一人です。少し出しどころを伺います。2人で囲って奪った。伊藤は左に展開。まだ人数は揃っていませんが強引に入れてくる。ナイスゴール。ただゴールキーパー飛び出し奥のサイドフリーになっている。シュートを放ってきた吉豚でした。まずは得点したいと話しました吉豚くるみ背番号11 2年生。この選手も八重山高校です。ここまで3試合出場の1ゴール2アシスト。ここで飲水タイムに入ります。後半の飲水タイム1対0で折り返した前半。後半に2点を追加した6校合同チーム八重山、浦添、浦添商業、陽明、興南、そして久米島と全員の力が結集してこの3点に結実しました。さあ新谷さん、ここまでは後半振り返っていかがでしょうか。やはり6個合同チームの川原選手の個人技であったり、はい、まあ、パスサッカーですよね。そうですね、まあ、今ハイライト出ています、はい、この個人技のシュート、いやこれ素晴らしかったですね。はい、やはり那覇商業が後半立ち上がり相当いい入りをしていた中で、はい、まあ、この川原選手 の、ね、この個人技でまた戻しましたよね。そうですね、やはりこう苦しい時に得点できるプレイヤーだという前情報はあったんですが、はい、それ通りにしっかりと活躍をしました。はい、駒田さん、はい、どうぞ。合同チームに選手交代があるようです。16番山城選手から12番の金城選手から16番の山城選手に変わるそうです。はい、背番号12金城彩音、試合前トレーニング中の怪我がありましたが足を引きずりながらもここまでプレーしました。素晴らしい活躍を見せています。新谷さん、良かったですね。そうですね、はい、まあ、練習中から怪我をして出場できるかどうかっていう状況だったと思うんですけど、うん、いや試合中もね、本当にいいパスも出してましたし、はい、本当この時間までね、よく頑張りましたよね。走り切りました。そして出場したのが16番の山城瑠璃です。浦添高校のプレイヤー3年生です。ディフェンダーからフォワードまでマルチにこなす UTT プレイヤー。さあそのまま山城がいる方向にはボールが送られていきました。このプレイヤーです。3回戦では5番の糸数と変わって北斗下でもプレーを経験しました。準決勝では15番の大山と変わってディフェンダーとしてプレーをしたという経験もあります。とにかくね、山城瑠璃は出場したら走るんだと、走りまくってチームに貢献すると話しました。シアさん、途中出場のプレイヤーが走りまくってくれるっていう、はい、その安心感と頼もしさっていうのはもともとピッチにいた11人というのは特に感じるんだと思います。そうですね、やはりもともと出てるスターティングメンバーの11人っていうのは本当にこの時間とてもきつい時間帯になってきてますので、はい、途中出場で、ね、出てくる選手が走ってくれるとやっぱ力も湧きますし、はい、頼もしいですよね。そうですね、より多くのパワーを6校合同チームに与えます。浦添高校の山城です。
ディングで前に送るゴールキック弾きました。那覇商業のボールに変わっています。両方ともに一人ずつ交代カードを切ってきました。この後半の時間帯右サイド松、まあ、今シナさんつながりはしなかったんですけども、はい、非常にこう意図を感じるプレーですね。そうですね、やはり右で右サイドで ああいう崩しをかける中で、はい、真ん中もどんどん空いてきますので、うん、今の意図は分かりますよね。そうですね、つなごうという意識がありますよね、はい、やはりつないでそして続けていった方がいいですね、はい、そういうここからですね。そうですね、こういったパスワークを剥がしていきたいところです。田原決めればハットトリックという状況ですが、アシストにも期待がかかります。伊藤和樹、いい状態で4校合同チームに4点目が決まっています。久米島高校から1人でこの6校合同チームに入っています。伊藤和樹さん、ナイスシュート。4回でさらに那覇商業を突き放しました。全試合スタメンのスピードスター、今の場面見ていきましょう。山口にはつながらなかったんですが、この後2タッチ目で勝負ありといったところだったでしょうか。ここキーパーの位置もよく見てましたよね。はい、糸川選手もね、再三チャンスがあった中でなかなか決めれずにいたので、よく決めましたね。嬉しいゴールですね、はい。実は、まあ、久米島高校女子サッカー部は糸数内緒1人と、はい、いうことなんですよね。去年入学した時にはまだ部活がなくて、はい、当時は同好会として始まった久米島のサッカー部だったんですけれども、はい、そこから1人で頑張っている様子を見て、久米島高校が糸数内緒が所属する女子サッカーチームを部活動にしようということになりました。今選手が1人倒れていて、11番の吉村が担架で運ばれていきます。心配ですね。ちょっとね、足を伸ばしていた場面があったので、足をつったかどうかという場面なんですが、そうするとこの間は11人でのプレーということになりますね。10人ですね。あ、失礼、10人のプレーということになります、はい、4失点というこの状況。逆境を跳ねのけてきたメンタリティマインドで那覇商業がどこまでやれるか。まだまだ試合は終わっていません。最後まで笑顔でやりきります。表情を見ると全然諦めてないですよね。そうですよね、まだ行くんだという気持ちを感じます。選手たちはやらなくてはなりません。縦へのボール、ナイスボール、伊藤小梅というボールでした。ここまで3試合2ゴールの伊藤、タッチ割って結構合同チームのスコールです。浜田さん、はい、どうぞ。合同チーム11番の吉村選手は右足を釣ったようで今ピッチの外に出ております、はい。現在10人でプレーしています、はい。今画面にも映っていますが、背番号11、右のウィングで入っていた吉村くるみ、2年生八重山高校のプレーヤーなんですが、右足を釣ったということで一時的に離脱。六校合同チームは1人少ない状況での戦いを強いられます。那覇商業はこの間にという思いがありますよね。今、はい、まあ、六校合同チームも交代するっていうところはまだ見えないので、この、ね、10人対11人のところでしっかり点を、ね、取りたいですよね。先日優位のうちに那覇商どれだけやれるか。6校合同チームは、ね、もう10人なので、はい、どういうふうに戦うかっていうのもしっかり中で話さないといけないですし。そうですね、ここは国中ゆずきが諦めずに走っていきます。ゴールキーパーの石垣ひなまで下がりました。少し中途半端になります。プレッシャーに行った14番の
住吉、前半から非常に素晴らしい守備があります。この選手も縦横無尽に本当に駆け回ってチームを救う場面が何度もありました。前後半40分ハーフ、全日本高校女子サッカー選手権大会沖縄県予選決勝戦を西原町民陸上競技場からお伝えしています。1対0、6校合同チームがリードで折り返した後半戦、3点の追加点があって現在は4対0と那覇商業を大きく突き放しています。ここで合同チーム11番の吉村がピッチに戻ってきました。中に送る、伊藤はスルーして奥の走り出しもありました。さあさすが糸数見えています。中に送った、ワンタッチ、黒島から糸数、スライディング、ナイスディフェンス、町田の対応でした。吉村が上げる前にタッチを割っていたという判定です。那覇商業のスローインに変わっています。残り時間は11分ほどということになりました。プラスアディショナルタイムというこの時間帯、かなり体力的にも、ね、きつくなってくる時間なので、はい、本当に声かけっていうのは重要ですよね。そうですね、鎌田さん、はい、どうぞ。那覇商業の選手に選手交代あるようです。5番根間選手が入ります、はい、そして14番の国吉選手が出るそうです、はい、那覇商業は国吉リオに代わって5番の根間桃香がピッチング準備をしているという情報。ピッチリポーターは RBC 原風花アナウンサーです。中身から右ホットラインを組む国中、さあ神が奪い返した、セカンド拾う、前線の走り出しが欲しいところ、縦前線一本、10番の国中を走らせます。選手の交代をお知らせいたします。選手交代です。ただいまから那覇商業高校背番号14番、那覇商業高校ミッドフィルダー14番1年生国吉リオに代わってディフェンダー登録されています。背番号5、2年生根間桃香がピッチに送られます。先ほども解説の場面がありましたが、国吉も本当に特に守備においての貢献度非常に高かったですよね。本当に素晴らしい動きをしてくれてましたし、はい、1年生でね、本当ですよね、で頑張ってくれましたよね、はい、その国吉に代わって2年生根間桃香ピッチに送られます。縦へのボール、ナイスコントロール、ナイスパスだったんですがオフサイドのフラッグ。サイドから作っていこうという那覇商業の攻撃でした。その中心にありますこの国中と赤嶺、背番号7が赤嶺です。吉村、右足をするアクシデントがありましたがピッチに戻ってきました。そして中央、大きく空いたスペース、広大なゾーンに出していきました。チャンスですね、チャンスボール、ね、ナイスボール、宮里美優走っていきます。中一人フリーで待っています。西山です、そして吉浜詰めていますが、ここは石垣がナイスキーパー、ナイスプレーでしたけどね、はい、よくね人数かけて攻めていましたよね。そして石垣からのナイスボール、合同チーム の、 このパスワークっていうのが綺麗に決まりますね。素晴らしいですね。オフサイドなしで伊藤へというボールでした。かなり、ね、足を伸ばす選手も増えてきて苦しい時間帯ですよね。そうですね、はい、前後半40分ハーフ、31分、まもなく32分台というこの時間帯、決勝まで両方とも3試合を戦ってきました。いい位置で奪った前線へのボール、今ボールを出した7番の赤嶺もボールを出した後に足を引きずるというところがありました。
勝利です。19番今日2得点の加原がこの手前のところまで下がってきているんですよ ね、 本当にねこの苦しい時間帯っていうところをねあの声をかけて、はい、チーム一丸となって戦っていってほしいですね。そうですね。山口からのスルーパス糸数反応伊藤へのボール合いません。さてここも石垣素晴らしいコントロールから前線に送ります。石垣選手しっかり裏への対応してますね。そうですね。このケアの能力の高さも監督から評価されている部分です。浜田さん、はい、どうぞ。合同チーム選手交代入るようです。はい、18番の宮城選手が準備しています。はい、宮城選手は5番の糸数選手に代わり18番の宮城選手が入るようです。また20番の小林選手が準備しておりまして11番の吉村選手が出るようです。はい、先ほど足を痛めるアクシデントがありました。11番の吉村に代わって八重山高校の吉村に代わって江南高校2年生の小林真奈がピッチに送られます。さらにもう一つの選手交代です。久米島高校今日1得点ありました。ワンゴール糸数渚に代わって浦添商業高校2年生宮城ジュリアがピッチに送られました。糸数も吉村もよく走りましたね。そうですね。はい、糸数選手は、ね、久米島から唯一1人で入っている中 で、ね、やっぱ練習も、ね、なかなかできないと思うんですけど、はい、チームプレーを、ね、うまくできてましたよね。はい、いいシュートでした。宮里の抜け出しオフサイドはありません。中1人西山が待っている。抜けるかどうかコーナーキックです。積極果敢に前線のゴールを目指します宮里美優。そしてチームの主軸キャプテン7番の赤嶺七海、11番の吉浜瑠衣、3試合で2ゴールを挙げています。コーナーキックのチャンス、まずは1点、1点が欲しい那覇商業。ヘディングは宮里、2年生チーム V1 のスピードさ、那覇商業前線3枚の一角フォワード9番宮里美優、ナイスゴールでした。ナイスゴールでしたし、国中選手のねコーナーキックも素晴らしかったですね。はい、またジャンプのタイミングも抜群、1点返しました那覇商業です。時間はまだ残されています。いや今のヘディングシュートもしっかり当てましたね。そうですね。新谷さんもフォワードで長らく、はい、J リーグで活躍されていましたけれども、はい、タイミングというタイミングとね、あのボールとの、はい、本当に合わないとああいうヘディングできないので、そうなんですよね。はい、まあ、プロでもなかなか難しいような難しいですよ、軌道だったんじゃないですか。はい、とても素晴らしかったですね。宮里美優です。これで少しね息を吹き返して、はい、もっと盛り返してほしいですね。まだまだ試合は終わっていません。浜田さん、はい、どうぞ。1点を返した那覇商業、涙を流しながら喜ぶ姿が見られました。はい、やはりね少しこう感極まる場面というのもあります。なんせ今回は勝てば全国大会への切符ということになりました。去年までは九州大会沖縄県から2枠ということがありましたので、その九州大会を勝ち上がって初めて全国出場というような大会レギュレーションだったんですけれども、今年からは大きく変更があって男子と同じく勝てば県代表として全国に派遣されます。トラップが流れたところ奪った西山、いいディフェンスしましたね。いい西山選手、さあどんどんと那覇商業高校プレーヤーが上がっていく。前線に送った、ナイスボール、石垣ナイス、素晴らしかったですね。はい、いや最初は本当にあの出るかなと思ったんですよ、うん、前にでも1回リトリートして止まって、ね、はい、自分のタイミングで出ましたね。この判断はさすが石垣ひな、国体経験があります。いや、ここのタイミング素晴らしかったですね。抜群ですね。よく引きましたよね、そして石垣はね。ただ那覇商は
赤いユニフォームの選手たちがもう6枚ぐらい攻撃に圧をかけて前線に攻撃を仕掛けていました。まだまだ終わっていません。コーナーキック、パンチング、弾いた、直接ゴールかという場面でもありましたが、ここでペナルティーエア、 PK の勝手、那覇商業が PK を獲得。最後勢いありますよ、那覇商業。与那嶺監督もテクニカルエリアいっぱいに出ています。国中ゆずきボールを離しません。自分が蹴るんだというその思いです。元キャプテンであり3年生、何度も今日もチャンスを作ってきました国中ゆずき。決めれば2点差。さすがは石垣ひな、守護神というその肩書きぴったり、ナイスセーブ。そして6校合同チームが攻撃に転じています。前に行く、止めた後のロングフィード、いやあの切り替えですよね、素晴らしいですね。プロの試合を見ているかのような今攻守の入れ替えでしたよ ね。那覇商業もよく攻めています。前に行く、赤嶺だ、中には西山、赤嶺体を張って守ります。石垣選手ですね、ディフェンスの石垣美優です。守備の要、ディフェンスリーダー、この時間も体を張ります。3作って、縦前に送る、コースだ、コースだ、とにかくもう前に前に行くしかありません那覇商業。一方跳ね返す6校合同チーム、八重山、久米島、浦添、浦添商業、両名、興南、この6校の選手たちがチームを編成します。浜田さん、はい、どうぞ。アディショナルタイム3分です。アディショナルタイム3分、点差は3点。高校女子サッカーで沖縄県勢は10年以上選手権の全国大会からは遠ざかっています。直近だと2011年に夏開催だった選手権で九州3位の成績で三里高校が全国に出場しました。その大会初戦は東京の修徳に敗れて敗退ということになりました。前を向く、山口一人で行った、個人技で見せる、まだ山口が行く、最後はシュート力はありませんでした。6校合同チームもまだまだ攻めていきます。途中出場の山城瑠璃、セカンドボールはすぐに回収、田原から前、山口のシュート、バレスキーパー、ヨルサイヤです。とにかくすぐに前線に送ります。少し中盤のところ、前がぽっかり空いたところ、石垣ひなですね、裏をケアしてますよね。はい、このキック力、いいですね、はい、チャンスになりますもんね。そうですよね、まさに1本でチャンスを作りました。途中出場の小林かなな、かわす、非常に冷静です。興南高校の背番号20、小林かなな、ドリブル突破が武器のサイドアタッカー、小林が行く、1人をかわした、クロスが入る、タッチはしています。
小林のドリブルいいですね。そうですね、はい、右サイドを、ね、切り裂いてますよね、うん、攻撃の起爆剤だと田原俊之監督は話しました。アディショナルタイム3分、目安の3分台まで1分を切っています。そうですね、はい、ここは国永前に送る、前線に運んだ、このトラップも狙っています。抜いていく、抜いていく、黒島が前線の黒島です。ハイボールが入った、まずは勝ち出したい町田、ナイスクリア、目安の3分台です。全国切符は目の前、六甲合同チーム、ここで試合終了のホイッスル。琉球大学カップ OFA 第35回沖縄県高等部サッカー選手権大会戦、第33回全日本高等部サッカー選手権大会沖縄県予選決勝、勝ったのは六甲合同チーム、4対1那覇商業高校を下して全国切符を勝ち取りました。八重山、浦添、浦添商業、陽明、江南、久米島、六甲の選手たちが結集してその力を存分に出し切りましたね。新谷さん、素晴らしい戦いを見せてくれました。いや本当に素晴らしい戦いでしたね。はい、ね、試合に出てる選手は本当に体を曲げるって、ね、守ったりとか攻撃したりとかして出し切ってる選手も ね、 本当ですね、たくさんいましたけど、はい、みんな頑張って頑張りますよね。そうですね。そして那覇商業高校です、はい、新谷さん、どういうふうに振り返りますか。そうですね、やはりチャンスをね、うん、ものにするってところを僕言いましたけど、はい、なかなかそのチャンスを決めきれなくて、でもコーナーキックですよね、素晴らしかったですね。あれを決めちゃうんですもんね、はい、あそこからね本当にまた息を吹き返して、はい、PK 取ったシーンまで行きましたし、本当に素晴らしかったです。はい、六甲合同チームは全国大会で、全国大会日程が12月29日から1月12日となっています。兵庫県で行われる全国大会で駒を進めるということになりました。千谷さん、はい、全国切符ですよ。いや、そうですね、なかなか集まれないメンバーが、ね、集まって試合をする中で難しいかもしれないですけど、はい、やはり六甲合同チームらしいパスサッカーというのを、ね、全国で出してほしいですよね。そうですね。そしてこの香原伊咲は全国への出場というのは叶いませんけれども、ただ後輩たちとして出場する同級生たちにつないでいきます。 CM の後は優勝インタビューです。琉球大学カップ決勝、西原町民陸上競技場からお伝えしています。那覇商業高校対八重山、浦添商業、浦添、久米島、陽明、江南の6校合同チームの戦いでしたが、6校合同チームが4対1で初優勝を果たしました。素晴らしい戦いを見せました6校合同チーム。千谷さん、はい、雨も降ってきましたけれども、はい、なかなかこの中で、ね、素晴らしい戦いを見せてくれました。素晴らしかったですね、本当に。はい、それでは6校合同チームのキャプテン、背番号14、木村くるみ選手のインタビューです。それでは優勝しました六甲合同チームキャプテン14番木村くるみ選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。率直な今の気持ちをお聞かせください。3冠取れてとても嬉しいです。プレー中どんなことを考えてプレーしてましたか。みんなの士気が下がらないように声かけをなるべくずっとやるように心がけました。次は全国大会だと思いますが、全国大会への意気込み聞かせてください。自分たちができることを精一杯やって、諦めずに最後までサッカーしたいなって思います。今日は本当にお疲れ様でした。続いて19番の香原伊咲選手です。本当に今日はおめでとうございます。ありがとうございます。今の喜びの気持ちをお聞かせください。これまで目指してきた全国大会出場を勝ち取ることができてとても嬉しいです。お父様、そして監督からはどんな言葉を聞かれ、どんな言葉をかけられましたか。今まで選手権大会で、がお父さんの誕生日ということで、今まで2敗してきたので誕生日プレゼントを、プレゼントできてとても嬉しいです。最後に全国の舞台、どんな試合をしていきたいですか。
走り負けずに最後まで感謝の気持ちを持って戦い抜きたいと思います。今日は本当におめでとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。六校合同チームの木村キャプテンと、そして、加原選手のインタビュー聞いていただきました。それでは試合のハイライト見ていきましょう。琉球ダイハツカップです。決勝戦の模様です。那覇商業高校対六校合同チーム、それぞれのゴールを振り返っていきましょう。まずは先制点となりました加原勇希、このトラップからの反転シュートですよね。素晴らしかったですね、はい、得意の左足に持ち替えてイメージがありました。ナイスゴール。1対0でリードで折り返します。六校合同チーム後半の立ち上がりは那覇商業高校がペースを掴んでいたんですが、その展開を打開するかのような一発になりましたね。新谷さん、そうですね、この時間帯の那覇商業が、ね、押してたんですけども、この一発でまた戻しましたよね、はい、そうですね。六校合同八重山に加原あり、この試合2点目を決めます。さらにその後、これは少しねアンラッキーな形での失点ということになりました。那覇商業六校合同チームとしては思わぬ形で追加点となった場面です。この後もね顔を下げずにね、はい、戦ってましたよね。さらに4点目、久米島伊藤和です。ナイスゴールでした。那覇商業も負けていませんでした。コーナーキックから最後は宮里、キーパーの頭上を越えていくヘディングシュート。4失点してからのねこの巻き返しですよね、はい、このコーナー一度のボールも素晴らしかったですし、このヘディングシュートも素晴らしかったです、はい、琉球ダイハツカップをお届けしています。決勝戦4対1、六校合同チームが初優勝を果たしました。ここまで解説は FC 琉球クラブコミュニケーター上原慎也さん、リポーターは RBC 三原風花アナウンサー、実況は RBC アナウンサー鎌田博夢でお伝えしました。慎也さん、ありがとうございました。ありがとうございました。戦う覚悟あるものよ、共に来てくれやしないか。